前に必要なものがこの先にある。ただし、それを手に入れるなら、大切な何かを失うことになる。勝手に入っていいの？そうしてる人は浮気がするわよ。王様がいるの？そう決まったわけじゃないよ。あったよ。なんだ？でも僕もなんとなくそんな気がしてたんだよね。本当か？俺もだぞ。この城を見たとき、俺も感じた。大切な友達がここにいる。僕たち気が合うね。ちょっと待った。気が合うということでは済まないぞ。どうしてジミー、ひょっとして。ああ、私もなんだ。私も同じことを感じたんだよ。やっぱり僕たち気が合うんだね。でもちょっと変だよ。よく調べてみよう。そうだな。いきなり行っちゃうよ。だって調べるんだろ。怖いのか。そんなことあるもん。さあ、ウーフィー。だったら入ってきたドアをちゃんと閉めておかなくっちゃね。そうや。お前、さっきの。よし、どう呼ばれるぞ。ファイヤー。あれ、ファイヤー、ファイヤー。見えたぞ、サイファー。魔法は使えないよ。まだ気づかないのか。この城に入った瞬間にお前たちは技も魔法もすべて忘れ去った。
手に入れる代わりに失い、失う代わりに手に入れる。それが忘却の城だ。忘却の城。この城でお前たちは懐かしい人物と大切な人物と出会うだろう。大切な？リクか？リクがここにいるのか？会いたいか？会いたければ。こいつ、お前の記憶に触れただけだ。そして作り出した。大切な存在に再会したければ。なんだよこのカード。それが再会の約束となるだろう。カードをかざせば扉は開き、新しい世界が広がる。進むがいい空。手に入れて失うために、あるいは失って手に入れるために。行こう、みんな。
どうだ、記憶の幻影との出会いを楽しめたか。みんなに会えたのは嬉しいさ。で、そっちは俺をどうしたいんだ。これから試す。よう。何の用だ。独り占めはないだろ。興味があるならお前が試せ。気が利くね。というわけだ、キーブレードの勇者。俺は？そう、アクセルだ。記憶したか？ああ。いいね、覚えが早くって。さて、ソラ、せっかく記憶したんだから。そう簡単にやられるなよ。それってカード？トラバースターンを生み出したカードと同じ種類のものらしいね。こいつを使って進めってことか。正解だ。あ、知らず。名乗った直後にやられちまうほど俺は間抜けじゃないってことさ。試したってことか。そいつも正解。合格だよ、ソラ。お前には力がある。この忘却の城を歩む力がな。心に焼き付いた思い出と忘れかけた大切な記憶に導かれて大切な存在と巡り合う。王様やリクに会えるの？自分にとって一番大切な相手は誰なのか、もう一度よく考えてみるんだな。本当に大切な思いほど心の奥にしまい込まれて思い出せなくなる。そういう思い出がお前にもあるはずだ、ソラ。俺にも？お前は闇の中の光を見失い、見失ったことさえ忘れてる。闇の中の光。
教えてやってもいいんだぜ。ソラ、どうするの？そういうのは自分で確かめる。邪魔するなら。いや、邪魔はさせないぞ。いい答えだ。それでこそキーブレードの勇者ってなもんだ。でも警告はしておく。眠っていた記憶が目覚めるとき、お前はお前じゃなくなるかも。なんだよ、ジミニー。アクセルが妙なことを言っていたじゃないか。お前がお前じゃなくなるとはどういう意味だろう。俺が俺じゃなくなる？そんなことあると思うか？いやいや、まさか。でも用心した方がいい。うん、このお城では何が起きても不思議じゃないって気がするよ。この暴挙、暴挙級、暴挙の城。そうそう、暴挙の城。大丈夫だって。どんな仕掛けがあったって、俺たちならなんとかなるよ。そういえば、前にもこんな風に仕掛けだらけの不気味なお城を探検したよね。そうだっけ？あー、覚えてないよ。なんてお城？確か、その、ほら、おろう。ごめん、思い出せないよ。あ、そうあらいよ。グーフィーの勘違いじゃないか。そうなのかな。やっぱり勘違いじゃないよ。だってあのお城でソラは帰りの心を助けるのにキーブレードを使って一度消えちゃったじゃないか。僕とっても心配だった。忘れられるはずないよ。ああ、俺がハートレスになっちゃった時か。でもあれって城だったか。ああ、忘れたよ。僕だって覚えてるよ。なんて場所だっけ。それはもちろん。君にメモに書いてあるよね。もちろん。この城に来る前にちょうど一冊書き終わったところなんだ。古い方のメモはあった。見つけたぞ。どれどれ。なんてことだ。どうしたの。ジミニーメモがみんな消えてる。どのページも真っ白だ。わかって。一体どうして。ずっと大事に持っていたのに。ああ、私の大切な記録が。記録が消えるなんて何なんだよ。城だよね。記録は消えるやって。多分記録だけじゃない。あ、さっきグーフィーが前に行った城のことを話したよな。でも俺たちみんな思い出せない。それってひょっとして俺たちの記憶がなくなってるってことじゃないか。記憶？覚えてか。思い出した。アクセルの仲間が言っていたぞ。ここは手に入れる代わりに失い、失う代わりに手に入れる場所だと。
あれは記憶をなくすという意味だったんだ。先に進めば思い出を忘れる。だから忘却の城なのか。同じくと思い出が消えるよ。そのうち何にも思い出せなくなるってこと。リクやカイリのこともやっぱり会える。大丈夫だよ。行った場所や見たものは忘れるかもしれないけど、友達のことは忘れないよ。そうだよ。ねえソラ、ハートレスになった時僕たちのこと忘れちゃった？忘れるわけないだろ。ほらね、どんなことがあったって忘れないってことだよ。だよな。ありがとう、グーフィー。おう、友達のこと忘れるはずないよ。おう、ではないぞ。みんな、おう。俺がハートレスになった時、全然気がつかなくて散々叩いたのは誰だっけ？そういうことは忘れていいんだよ。わら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 。ふぅ、王様は大丈夫かな？いきなりどうした？忘れてないあ、思い出してみたった。どうだった？うん、忘れてない。僕とウーフィーの旅は世界を救うために闇の扉の向こうに残った王様を探す旅だよね。その通り。んで俺は王様と一緒にいるはずのリクを探すっと。うん、やっぱり大事な思い出は忘れるはずないよな。だよね、忘れたりしないよ。ずいぶん空が気になるみたいね。お前はどうなんだ、ラクシーヌ。どうかな。あんたが気にしてる理由の方が気になるわね。あいつは一度ハートレスになった。ハートレス化した人間は知能も意志もなくして闇に支配されるわ。だがあいつは違った。ハートレスになっても自分の意志をなくさなかった。そんな奴はあいつの他にたった一人しかいない。心の力か。キーブレードに選ばれたあいつの心に興味があるんだ。心の謎を解き明かせ。それが機関の使命だろ。ねえ、何にも忘れてないよね。何か忘れたかな。思いつかないってことはやっぱり忘れたのかもしれないね。でも忘れちゃうくらいだからそんなに大事なことじゃないんだよ、きっと。うん、本当に大事なら消えたりしないよ。ほら、それはカイリから預かったお守り。大切なものだから必ず返すって約束したんだ。あの約束は絶対に忘れない。だから約束の相手も忘れない。だよな、カイリ。え？ああ。
今の誰だ？どうしたの？ぼんやりして。ごめん、なんでもない。それじゃあ行こっか。さっき思い出したのって誰だったんだろう。カイリーじゃなくてもう一人いた。あれは、あの子は確か。そうや。うわ、早く、ジオや王様が待ってるよ。あ、うん。チェ、せっかく思い出しかけてたのに。思い出した。ん？もう一人いたんだよ。どこどこ？違う違う。俺たちが住んでた島の話。カイリやリクの他にもう一人仲が良かった子がいてさ、よく4人で一緒に遊んだんだ。ほう、そんな友達がいたのかい。初めて聞いたよ。うん、俺もずっと忘れてた。その子、俺がまだ小さかった頃、突然いなくなっちゃったんだよな。どうして突然思い出しちゃった？わからない。城の中を進んでいるうちに、だんだん思い出してきたんだ。ねえ、その子の名前は？思い出せないんだ。笑っちゃうよな。友達のことは忘れない、なんて言ってたのに、名前も覚えてないなんてさ。そりゃ焦らなくても大丈夫。進むうちに思い出したんだから、どんどん進んでいけばもっと思い出せるよ。うん。あんたは一回で楽しんだでしょ。だから今度は私の番。でも、どこだ？どこに隠れてる？出てこ。そらったら随分焦ってるね。そうあれね。